片山総理逃げるな、このことを私どもは申し上げたいのであります。そしてこの経済のデフレ傾向における政府の対案が全くございません。党内で経済対策、例称はまた考えていただきますが、 PTA を作っていた、外交安全保障の PTA を作っていた、そうしてこの鳩山疑惑、あるいは小沢幹事長の問題も含めた政治資金に関わる PTA も作っていくことを政調会長にお願いした次第でございます。会期末に向けまして、一層皆様方の一致団結したご協力と参加を心からお願い申し上げます。先週末から空転をしておりました国会も、今日の本会議で正常化いたしました。民主党が党首討論に前向きに応じる、また私どもは予算委員会での集中審議を希望しておりますけれども、ここについては態度を留保しておりますけれども、ともかく人事院の勧告の通り、民間よりも高い公務員の給与、また国会議員の給与等々も下げる法律案に賛成をするという形で審議に復帰をさせていただきました。そして今日はまた亀井郵政金融担当大臣の肝入りの郵政の株式売却凍結法案、この審議もスタートいたしました。今の国会情勢あるいは経済情勢を考えたときに、このように株を売却するということを行うわけのない中でこの法律案を出してくる意味、またこれからの郵政の姿というものを示さない中で株式の売却だけをやめるということは全くナンセンスな法律案であると私は考えております。郵政の民営化によってもたらされた法人税収4000億円の法人税収がございます。これをまた後者に戻すということでは、貯金あるいは保険、民間の生命保険会社や銀行を大きく業務を妨害する官の横暴になりかねない、このような郵政民営化に逆行するようなことのないようにしっかりと注視していかなければならないと改めて強く感じました。